あら、王国にお客様がいらっしゃるのは初めてですね。はじめまして、マリアンと言います。あ、はい、こんにちは、キロと言います。おお、初対面ですみませんが、とても神秘的な雰囲気の方ですね。そうですか、ありがとうございます。あの、マリアンさんもクラウン王国の民なんですか？え、私ですか？もちろんです。今はと言うべきかもしれませんわね。いずれ迎えが来るでしょうから、一次元的な民と言えますわ。一次的という言葉をあえて一次元的と表現なさるとは、お嬢様の語彙力に磨きがかかっております。当然のことですわ。おおでは、お食事にしましょうか。蓋を開けたらすぐに食べられるよう準備しておきました。うん、皆さん、どうしたんですか？いや、なんでもないのだ。早く食べるのだ。はい、いただきます。ん、あの、出会ったばかりで申し訳ないですけど、眼球パーツのスペアはありませんか？交換はタロスができるので。え、どうかしましたか？あの、変に聞こえると思うんですが、料理が雲に見えるんです。それも毛がたくさんついた、そのタランチュラみたいな。お、そうですよ、今日のご飯は雲です。はい。ああ、食べ方がわからないんですね。私がお見せします。胴を掴んで口に入れたら一気に。いやいや、いくら私が地上に詳しくないと言ったって、そんな冗談はちょっと。本当に食べるんですか？本当に地上ではそういうものなんですか？ああ、私をからかってるんでしょう。違う？本気で食べてる？え、それが普通？食べるんですか？じゃあ私も食べて大丈夫なんですか？掴んで口に入れるだけ？こうやって…はあ…気絶したのだ。ふん、あれ、大丈夫でしょうか？私が部屋まで運んでおきます。二人は先にお食事を。いいえ、お嬢様、お嬢様にそのようなことをさせるわけには。ここは私にお任せを。た、民の解放は王の責務ですわ。きっと疲れちゃったんですね。休ませてあげて、私たちだけで食事にしましょう。それじゃ、いただきます。チャイム、お先にどうぞ。いやいや、お嬢様こそ先にお召し上がりください。日頃真面目に働いているチャイムが先に食べるべきですわ。お二人とも相変わらず仲良しですね。じゃあ、久しぶりに私が食べさせてあげます。二人とも、あんしてください。はい、あーん。なに、ここはどこ？部屋？あ、私、気絶してたんだ。はあ、雲を食べる夢を見るなんて、
とした。ウェイクアップ、タロス。再起動完了。こんにちは、キロ様。アークと連絡できる？王国の外へ移動すれば可能です。じゃあ、今すぐ外に出て、アークと連絡して。ここにピルグリムが3人もいるって。ヘレティックの情報は、伝達を行わなくてもよろしいですか？え？キロ様の視覚情報内で、ヘレティック・モダニアの存在を検知しました。ヘレティック・モダニアって…あのモダニアのこと？アークで指名手配されてるヘレティックからニケに戻ったっていう。その通りです。この場ではマリアンと呼称されていると推測されます。タロス、今すぐ移動してアークに連絡して。この情報を伝えれば、私も了解。移動を開始します。お目覚めですか？ひゃー！あ、ごめんなさい、急に話しかけてしまって。いえ、大丈夫です。でも誰とお話ししてたんですか？何でもありません。独り言が癖みたいなもので。そうなんですか？実は私もそういう癖があるんです。よく一人でお話ししてます。大切な人に会いたい、助けてくれた人たちを守りたいって。そうですか。だからいつも心に誓っています。私の大事な人たちを傷つけたり危ない目に遭わせたりする人がいたら、どんな手を使ってでも必ず仕返しをするって。私が持っている全ての力で必ず。どういう意味か分かりますか？タロス、命令は取り消し。了解しました。直近の命令をキャンセルし待機します。ありがとうございます。ゆっくり休んでください。あ、食事でも持ってきましょうか？いいえ、大丈夫です。そうですか。必要なら言ってくださいね。私はずっと起きてますから。